アラン・ムーア、アラン・ムーア、アラン・ムーア、1953年11月18日体は、イギリス、ノーサンプトン出身の漫画原作者であり、ウォッチメイン、V4 ・ベンデッタ、フロムヘル等のアメリカンコックや、グラフィックノベルの原作で有名。ムーアはまた、小説、ボイス・オブ・ザ・ファイアの執筆や、舞台でのパフォーマンス活動も行っている。 アメリカンコミック原作者としてのムーアは、子供向けでつまらないものとして退りけられがちなこのジャンルに、成熟した文学的な感覚を持ち込んだ功績により、評価されている。ムーアの実験は、文学からの影響や、成人向けのテーマ、挑戦的な題材などの作品内容にとどまらず、独特な効果の採用や、文字と絵の異なる組み合わせなどの表現形式にまで、及ぶ。ムーアの作品は、 ウィリアム・エス・バローズ、トマス・ピンチョン、イアン・シンクレアなどの文学者や、ニューウェーブ・ s F 作家のマイケル・ムアコック、ホラー作家のクライブ・バーカー、映像作家のニコラス・ローグなど、幅広いジャンルからの影響を受けている。コミックに、成人向けのテーマを持ち込んだ先駆的作品、ティー・デベンチャース・オブ・ルーテル・アークライト、ルーサー・アークライトの冒険で知られる、イギリスの漫画家、ブライアン・タルボットは、 間違いなくムーアの作品に最も大きな影響を与えている。ムーアは、でもあり、古代ローマの蛇神を崇拝していると主張している。1953年11月18日、イングランド地方、ミッドランズ東部のサンプトンシャー州のサンプトンにいて、醸造所の労働者、アーネスト・ムーアの子として生まれ、労働者階級が多数を占める町で生まれ育った。 農産布団の中でも特に貧しい土地として知られていた。この故郷をムーアは深く愛し、その土地に住む人々とのつながりを大切にしているとインタビューで答えている。子供時代から図書館で様々な本を読みふけり、独学で幅広い知識や雑学を身につけるなど、読書や知識収集を好んだ。またコミックや小説などの創作にも興味を示し、 1960年代にはすでに雑誌の読者欄へ絵や文章を投稿する日々を送っていた。一方、正規教育については小学校の時点までは優等生として高成績を収め、初等教育修了試験の一種を経て、グラマースクールに進む許可を得た。しかし、奔放なムーアは反抗的な生徒として教師から敵視される存在になり、17歳の時に、 学内での LSD 密売で、方向処分となった。この件についてムーアは、麻薬の売人としてはセンスがなかった冗談混じりに、改装している。ちなみに、LSD については人に勧める気はないと断った、上で、素晴らしい体験だったと発言している。方向後から数年は、清掃会社の掃除譜や革製品工場の職人、 ガス会社の作業員など様々な職を転々としていたが、1971年に付き合っていた恋人と一度目の結婚してから徐々に風刺漫画家としても活する様になった。作曲家、クルトバイルの名をもじったカートバイルの筆名を用いて、音楽雑誌エネミーなどに、いくつかのアンダーグラウンドコミック風の一コマ漫画を発表した。ノーザンツーポスト誌では、ジルドレイの筆名で、 漫画、マックスウェル・ザ・マジック・キャッツ、魔法の猫マックスウェルを1986年まで週刊連載した。作画家としては成計を立てられないと見極めをつけた、ムーアは原作に専念することを決意し、マーベル・ UK の 2000AD 誌とウォリアー誌に漫画原作を投稿した。作画のアラン・デイビスと組んだ、キャプテン・ブリテン、キャプテン・ブリテンは人気を博し、 ムーアが手掛けた D.R.& クインチ、D.R. とクインチやザ・バラドフ・ヘイロ・ジョーンズ、ヘイロ・ジョーンズのバラードは 2000ADC の看板漫画となった。しかし作者の権利が軽んじられていたことに不満を募らせたムーアはヘイロ・ジョーンズを未完のままにして1986年に 2000ADC を去った。この後のムーアは 複数の出版社を点々と渡り歩くことになる。この時期のムアのウォリアー誌に掲載された主要作品としては1950年代のスーパーヒーローを革新的な方法で復活させたマーベルマン。北米では反権問題によりミラクルマンと解題された近未来の英国ファシスト政権と戦う無政府主義のテロリストを描く V4 ンデッタ。V 吸血鬼と人道の一家が登場するコメディ、ティー・ボー・ジェフリーズサーガ、ボー・ジェフリーズサーガが挙げられる。ムーアのイギリスでの活動に注目した DC コミックスの編集者、レン・ウィーンは1983年に DC の低迷タイトルの一作であったスワンプシングの原作者としてムーアを起用した。ムーアはホラーとファンタジーの形式によって社会や環境問題を描く。 実験的なストーリーにより、このキャラクターを徹底的に解体し再構築した。スワンプシングの人気を復活させたムーアは DC から新しい仕事を与えられた。これらの仕事には、グリーンアローやオメガマン、ビジランテにおける2編、さらにバットマンやスーパーマンの原作が含まれていたが、この中で最も注目すべき作品は、スーパーマン。 ワテパーハップドツーザ・マン・オブ・トゥモローと、ブライアン・ボーランドの作画による、バットマン、ザ・キリング・ジョークである。そして、1986年から連載され、1987年に、グラフィックノベルとして一冊にまとめられた、連載作品、ウォッチ・メンにより、ムーアの名声は確立された。この作品では、ムーアと作画家のデブ・ギボンズにより、スーパーヒーローが実在し、 核戦争の影に怯える冷戦下の世界での探偵劇が描かれる。ウォッチ面に登場するスーパーヒーローはいずれも極めて人間的であり、物語は複数の視点から複雑に描かれている。宿命論や自由意志、倫理観といった、それまでのメインストリームコミックにおいて重要視されていなかった哲学的な問題に取り組んだだけに止まらず、アメリカンコミックのジャンルを蘇らせたことにより、 ムーアは高く評価された。また、ウォッチメンは、スワンプシング以来のムーアと DC との確執をさらに広げた点でも特筆される。DC はこのシリーズに登場するスマイリーバッジセットの限定版を販売し、このセットはムーアと DC の間に摩擦を引き起こした。DC はこのセットは関連商品ではなく特別商品であると主張し、 ムーアとギボンズに対白いやり手を支払わなかった。同時期のフランク・ミラーの、や、アート・スピー・ゲルマンの、マウス・ギルバート・ヘルナンデスの、ラブロケッツと並び、ウォッチメンは1980年代後半を代表する大人向きのアメリカンコミックの一冊となり、ムーアはたちまちコミック業界における有名人となった。この注目を嫌ったムーアは、ファンダム活動を避けるようになり、 コミックコンベンションにも長らく参加していない、ロンドンのコンベンションでは、ムーアはトイレの中でまでサインを求めるファンに付きまとわれた。マーベルマンは、アメリカ市場では、イクリプスコミックより、マーベルコミックからの商標権侵害に対する苦情により、ミラクルマンと解体されて再販された。出版社に対するムーアや作画からの著作権の主張にもかかわらず、ムーアのストーリーは終了させられ、 ミラクルマンのキャラクターは新たな原作者のニール・ゲーマンと作画家のマーク、バンガムに引き継がれた。ミラクルマンのキャラクターに対する法的な所有権は不明確なものとなっている。ムーアと作画家のデビッド・ロイドは DC において V4 ・ベンデッタの連載を再開し、V4 ・ベンデッタはフルカラーのグラフィックノベルとして出版された。しかしながら映画に対するものと類似した。 年齢制限制度の導入について、ムーアは、フランク・ミラーやハワード・チェイキンと共に、DC と争い、V4 ・ベンデッタを完結させた後に、DC の仕事を打ち切った。この後のムーアは、イクリプスコミックから出版された CIA による、情報活動の歴史を描いた作品、ブロウッド・ツー・ライト、作画、ビル・シェンキエウィッツや、 ムーア自身により新設された出版社マッドラブから出版された反同性愛法への抗議運動であるアンソロジー、アーグなどの様々作品を手掛けた。漫画家による自費出版の提唱者であるデーブ・シムの主張に影響され、ムーアはマッドラブを通してカオス理論やブノア・マンデルブロの数学的アイデアから着想を得たビグナンバース全12章に取り掛かった。 作画家のビル・シェンキエウィッツは参考写真に大きく依存した画風を用い、第3章はその存在な作画により、ムーアと共同出版社であるツンドラから没に入れた。シェンキエウィッツの元アシスタントのあるコロンビアが彼に代わって、第3章を完成させたが、第4章は未だ保留されたままである。現時点、2006年7月において、ビッグナンバーズは、 最初の2章が出版されたのみであり、シリーズは中断されている。ムーアは、スティーブン・アール・ビセット編集による、ホラー・アンソロジー、タブーにも2編の連載作品を寄稿した。1880年代の世界の縮図として切り裂き、ジャック事件を描いた作品である、フロヘルは、エディ・ギャンベルによる、すすけたペンとインクの画風で描かれ、完結までに10年を要し、 タブー配刊後も二つの出版社で連載された後に、エディ・キャンベル・コミックからグラフィック・ノベルとして一冊にまとめられた。後に、ムーアの二人目の妻となったメリンダ・ゲビー作画のロスト・ガールズは、不思議の国のアリス、ピーター・パン、オズの魔法使いを性的に解釈し直したエロティックなシリーズ作品である。ロスト・ガールズは2006年8月30日に単行本が発売された。 数年間にわたるメインストリーム外部での活動の後にムーアは再びイメージコミック他の出版社でのスーパーヒーローコミック業界に舞い戻った。ムーアはかつて彼自身がアメリカンコミック業界に及ぼした影響が有害なものであったと感じていた。ムーアの模倣者の多くは彼の作品の革新的な着想ではなく暴力性と残虐性のみを模倣していた。 スーパーヒーロージャンルでのイノセンスの法的に対する反論として、ムーアは作画家のスティーブン・アール・ビセットやリック・ベイチ、ジョン・トート・レイベンと共に、マーベルコミックの初期作品のパスティーシュであるシリーズ、1963を発表した。スパイダーマン、ドクター・ストレンジ、アイアンマン、ファンタスティック・フォー、アベンジャーズの初期作品を題材に、ムーアはこれらのコミックを当時のスタイルで、 当時の性差別問題や資本主義来算を含めて90年代の読者に紹介した。このシリーズには大規模な広告ページも含まれており、マーベルの大げさな編集コラムやスタンリーの方針を風刺してた。1963は主人公達が1990年代にタイムトラベルし典型的なイメージコミックの残忍で暴力的なキャラクターと開雇するエピソードで終わる。 はずであった。1963のスーパーヒーローたちは彼らの後継者たちのありさまに衝撃を受け4色印刷からグレーシェーディングへの表現形式の変化すらが批判の対象となるこのエピソードはイメージコミックと作家チームとの対立のため実現しなかった1963に続きムーアはジムリーのワイルドック ATS やロブライフェルドの シュプリーム、ヤングブラッド、グローリーなどの原作を手掛けた。ムーアの手により、シュプリームは1940年代のモートワイジンガー時代のスーパーマンコミックスへのポストモダン的なオマージュ作品となった。ワイルドック ATS の原作を手掛けた後に、ムーアは D の企業であるワイルドストームのための ABC アメリカズベストコミックスの出版ラインを創設した。 しかしながら、出版が始まる前に、リーがワイルドストームを DC に売却したために、ムーアは不本意ながらも、再び DC の参加で働かざるを得なくなった。ABC での作品としては、などがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。